はようございます。おはようございます。今日はこれから山梨の方まで行ってキャンプをしていきたいと思います。はい、この今日、今朝、うん、今が7時半ぐらいなんだけど、うん、なんと4時頃に起きて、そうだね、準備をしてまして、はい、この天井、そうなんです、じゃーん、ちょっとね、カメラだと分かりづらいけど、うん、すごいいい雰囲気です。それをずっと張ってて結構時間かかったね。結構時間かかった、明るくなっちゃってもで、まあ、ついさっき入れたところですけど、はい、お腹も空いたんで一回ちょっと海老名パーキングエリアで、はい、休憩したいと思います。海老名サービスエリアで朝食を仕入れたんですけど、はい、今日はですね、はい、こちらのメロンパンをお召ししました。海老名の、海老名で有名なそうそうメロンパンらしくて、うん、僕は知らなかったんだけど、ね、これ有名って言ったけど実際本当に味はどうなの？美味しくて有名ならさ、ね、確かにいいけど、なんか うんうん、ただ有名だけだったらさ別に今後買わなくていいじゃんってなるから、ちょっと食べてみよう。食べてみましょう。いい？あ、すごい、すっごいいい香りする。匂いはなんかあれだね。え、これかぶりついてる、うんうん、いただきます。味は？あれ、そのリアクションは美味しい。あ、そう、美味しい。中は緑。え、これすごい。あ、で、別にクリームとか入ってるわけでもなく、うん、シンプルに美味しい。あ、でなんか香りがすごいね、なんか鼻から抜ける。メロンが強い、うんうんうん、メロンが強い。メロンパン美味しいわ。あ、これ美味しい。これ一人一個でもよかったね。そうだね。美味しい。で、自販機で買ったコーヒー、はい、アイスカフェラテ。これ自販機の、うん、なんか高速のパーキングにある自販機のコーヒーが意外とね、美味しいの、うん、それを食べながら、そうだね、今日は、まあ、カラオケ大会っていうよりはあの YouTube でドラマの NG 集とか見ながら行こうかなと思って。 NG 集とか大好き。そう、面白いからね、うん、大体2時間ぐらいかけて、うん、山梨の麓っぱらキャンプ場ってところにちょっと行ってこようと思います、うん、はい、それでは行ってきます。もうちょっとで着きます。はい、もうちょっとで着きます。だいぶ山の方に入ってきて涼しい。そうだね、ああ、結構じゃん、山、おお、すごい。着きました。はい、ふもとっぱらキャンプ場に着きました。着きました。これさっき俺山梨県って言ったけど静岡県みたいな。まあ、なんか富士山のすぐそばだから。そうだね、そんな違いはないけど、景色行きたいと思います。じゃーん、すごい、もうめっちゃ涼しいし、この見て、この壮大な景色。 いや、このちょうど季節的に紅葉なんだよね。すごい、なんか景色が、アイスを買いました。今ゆっくりこうキャンプ場を一周するような感じで歩いてて、ちょっとアイスを見つけたんで、ちょっと食べようと思います。いただきます。どっちだ、いただきます。うまい。うわ、え、すっごい美味しい。嘘、さっきさ牛が歩いてたじゃん、遠くで、うん、あとで行こうと思うけど、その牛が関係してるんじゃないかな、うん、このソフトクリーム、うん、美味しい、うん、やばくない？うまい、美味しいよね。なんかさ、本当の素材が美味しいやつ食べた時ってなんか違うよね、うん、そうそう、なんか中、心から感動するよね。美味しいとかじゃない。そう、美味しい。
今軽く一周してきたんですけど、はい、結構トイレとかもあるしね、うん、綺麗だしトイレも、うん、今水道もそのまま飲める水道だし、うん、キャンプしやすいんじゃないここ。そうだね、うん、初めてのキャンプだけどすごい安心感が。そうそう、だからみんな他の人設備すごい、うん、すごい テントとかな、うん、なんか煙突とかあるしな、なんかバーベキューセットに煙突ついてるやつもあるし、ね、すごいね。そうそう、ちょっとお昼の時間帯だから、うん、ここでうちはカレーでも食べようかな、カレーをレトルト、そうそうそう、食べようかなと思います。はい、じゃん、うちのテーブルです。そうそうそう、うちは車中泊するわけだからここでね、ちっちゃい、ちっちゃい、ね、はい、今水汲みに行くとこです。はい、このお鍋に、ね、お鍋に水を入れて、はい、それを沸かすという。うちはほら、あの見えるかな、ポツンと青いのがあって、その後ろにね、ここからちょっと遠いな、アップして、でもなんか見え、見て、あ、来た来た、富士山、富士山が見ました。そう、あそこに富士山があったの。ずっと雲かかってたんだけどね、なんか晴れてきたんだよね、ちょっとずつ。すごい、すっごいでかいわ。じゃあ入れます。わお、すごい、一気にたまる。あ、じゃあ置いてみるわ。止めて、ストップ、ストップ、いい音、バイ、帰ろう。ちょっと遠いね、遠い、これ筋トレになる。はい、今カレーを温めております、ガスコンロで。もう温まったんじゃない、ね、キャンプ場 で食事ができました。カレーです、カレーです。お米は家で炊いてきたやつを、そうそうそう、持ってきただけなんだけど、うん、いただきたいと思います。いただきます。だいぶ夕方になってきましたね。はい、いやー、一眠りしたね。気持ちよかった、ね、めっちゃ気持ちよかった。なんか思った寒いけど、うん、なんか寝てると思ったより寒くない。うん、そうそう、布団に入るとすごいどんどん暖かくなって。そうそう、でここの辺でね、ちょっと一回コーヒーでも飲もうかなと思って、はい、今コーヒーが入れ終わりました。自然の中で飲むのはいいね、いいね。そして向こうに富士山が、いや、ちょっと暗くなる前にトイレ行こうと思ってトイレ行って帰ってくる間にこんなすっかり真っ暗になってしまいました。暗くなるの早いね、うん、ちょっと暗すぎるからちょっと電気をつけていこうと思います。はい、おお、いいんじゃない、だいぶ明るいんじゃない、これで。すごい、いや、なんか雰囲気いいね、雰囲気いいよ。そう、ランタン、うん、ランタンもつけちゃおうか、いいですね。いいね、いいね、こんな感じです。いや、だいぶ寒かったよ、この、はあ、ちょっと今水を汲んできたんだけど、うん、お湯沸かすのに、うん、あの、もう何せすごい暗いから、うん、あの、この車のライターじゃん、うん、これを目印に返してきたから、うん、こういうライト大事だわ。そうだね、うん、これ、これなかった、そう、こういうのついてなかったら多分迷子になってたかも。そうだよね、うん、まあ、迷子はないけどこれ大事だわ、このライト、あ、あれがうちの車だって分かったから。そうだね、うん、遠くからでも分かった、まあ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 、うんうん、あれだなみたいなのが分かった。もう多分カメラに映んないけど星もね、結構ね、星すっごい出てきてんだよね。すごい、こんなにいっぱいあるんだ。そうですね、でもまだ暗くなるじゃん、楽しみだね。あ、すげえいっぱい、あ、マジですげえいっぱい、本当にすごい、本当にすごいいっぱい。ここいいかも、うん、このキャンプ場 ね。ということで、これから夕飯をね作りたいと思います。はい、何ですか。さっき汲んできた水を今から沸かして、はい、それでお味噌汁作って、うん、で、お米はね、あの、持ってきたやつで、あと、サンマとイワシの
缶詰、はい、まあまだねキャンプレベル1だからですよ、初めてそう、レベル1だからとりあえずだから、はい、でもやっぱ見てて思うのは、ね、肉焼いてる人多くて、ね、ちょっとお腹空いて、そうそう、肉焼くのがやっぱ一番キャンプいいかもな、うん、うん、こう見てて、まあ、今日はちょっととりあえずそれでいきたいと思います。はい、はい、今日はまだ9時なんですけど、はい、ちょっと寝て明日早めに起きたいと思います。そうだね、早めに起きて日の出とかを、まあ、ちょっとねいろいろ学んだこともあるしね。そうだね、まあ、とりあえずちょっと反省を生かしてっていうちょっと終わり方だけは明日もなるけどね。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。あとさ、うん、星がめっちゃ綺麗だね。すごい、そうそう、富士山もすごくくっきり見えるし、なんか暗いから星が超見えるわけ、うん、ね、まあ、暗いからこそ月って明るいなって、うん、なんかそうだね、そうそう、日本にいるとかじゃなくてなんか地球にいるっていう感じで、あ、そうだね、そう、もう生きてるって感じ、うん、おはようございます。おはようございます。2日目の朝になりました。はい、なんとか車中泊一泊したんですけど、やっぱ話せってはちょっといろいろある ね、 そうだね、初回だからまだなんかこうした方がいいなっていうのはまだいっぱいあるんだけど、うん、その一つとして、あの寒い、めっちゃ寒かった、途中なんかやばい、なんかもう震えが止まんなかった。ちょっとね、もうちょっと布団を厚くするか、うん、まあ、毛布とか追加したりした方がいいね。うん、そう、でも今日は天気がすごくいいのでこちらをご覧ください。ドン、すごいいい天気だよねこれ。はい、快晴です。快晴です。で、まあもう実はもう起きてて、うん、ずっとちょっと写真撮ったり、ね、お散歩して、そうそうそう、ブラブラ歩いて、うん、で軽く持ってきたパンを食べて、これからちょっとねぼーっとしようかなと思ってます。はい、ただひたすらぼーっとしよう。はい。いよいよ、はい、2日目の2時近くになっちゃいました。チェックアウトが2時なので。はい。ここでお別れですね、はい、この景色とこの景色です。でも初日はね、家出る前は実はちょっと軽く雨が降ってて、うん、どうなることかと思ったんですけど、ここに来たら、まあ、晴れてて、そうだね、で2日目の今日は晴天、いやー、あっという間だね。あっという間だね。で、まあ、ここの、今回来たのは、その、静岡県の、ふもとっぱらオートキャンプ場っていうところなんだけど、はい、まあ、ここの、ここに限らず、うん、またキャンプはちょっと、来たいなと思いました。はい、来たいです。来たいよね。来ましょう。そうだね。で、ちょっと今回の反省を生かして、うん、次回につなげたいなと思っています。はい。今回はガス欠で、ガスコンロが途中で使えなくなったから、この忘れずにちょっと食難民みたいになっちゃった。そうだね、次回そこを気をつけて、はい、考えてこそ次回までいろいろ、はい、ということで、やっぴー TV でした。